改めて、株式会社ギフトプラザの藤本と申します。よろしくお願いいたします。まずギフトプラザにつきまして、弊社ギフトプラザは、ギフトプラザ専門、ギフトの専門店のギフトプラザの店舗運営を主に行っている会社なんですが、弊社の会社説明を通して、小売業やギフト市場のお話も少ししていければと思いますので、よろしくお願いいたします。では、はじめに、申し上げましたように、株式会社ギフトプラザは、ギフトプラザの店舗運営や、他にもオンラインショップの運営や、子会社であるボンズコネクトの展開をしております。ボンズコネクトもオンラインショップにはなるのですが、還暦や古希などの年祝いの商品であったり、似顔絵ギフトや名入れ商品の販売を中心に行っているネットショップになっております。業種は贈答品の専門店になりますので、小売業になります。店舗展開は福島県を中心に22店舗出店しておりまして、福島に11店舗、宮城、山形に14店舗、栃木、新潟、茨城に1店舗ずつ展開をしております。子会社のポンズコネクトは大阪に席を置いております。設立は1986年で、現在38期目を迎えております。従業員は320名で、正社員の男女比は半分ずつに近いんですけれども、パートさん、アルバイトさん含めると、現場では9対1くらいで、なんと女性の方が多い職場になっております。去年度の売上高は39億6800万円で、ギフトプラザは贈答品専門店で一番の規模を誇るリーディングカンパニーだと自負をしております。続いてこちらが、ちょっと各店舗だったり、本部の写真になるんですけれども、左上2枚がギフトプラザ本部、郡山にある本部の写真になりまして、本部の前の道路を挟んで向かいにあるのが下の、こちらですね、ギフトプラザ郡山店になります。昔から変わらない、看板で、店舗構えさせていただいているので、もしかしたら看板は見たことがあるよっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、昔から変わらない見た目で、地域の皆様には、親しんでいただいております。主に取り扱い商品は箱に入っている食品であったり、タオルや寝具、あと、陶器などのご贈答品をメインで取り扱っています。他の店舗も同じような見た目で、構えてはいるんですけれども、ギフトプラザをご利用いただくお客様が、50代前後あたりの世代の方がメインでして、若い世代の方にはあまり馴染みのないイメージを持たれている方が多いというのが実は現状でございます。そこで、数年前に郡山店をリニューアルした際に、若い世代の方にも来店していただく機会を増やせればということで、この下の写真の右側なんですけれども、郡山店右側にカンゴールサロンさんという、日本だと原宿の他にはもうここの郡山の、ギフトプラザ郡山店に隣にあるカンゴールサロンさんだけっていう出店をしていただいている、カンゴールサロンさんに入っていただいたんですけれども、郡山市は、交通の便も非常に良くて、東京にも行きやすいということから、あと、生活もすごくしやすい、土地柄から、子育て世代の方も多く住まわれているかと思いますが、その若い世代の皆様にも、カンゴールサロンさんをきっかけに興味を持っていただいて、足を運んでいただくことができました。また、2020年に、オープンした日立店が一番新しい店舗なんですが、こちらは外観のデザインも新しく、今までと大きく印象が変わるかと思います。取扱い商品も既存の店舗と同じ箱物のギフトに加えて、カジュアルなギフトで使える、雑貨の商品なども増やしております。この、写真の真ん中あたりにあるセゾンファクトリーさんだったり、成城石井さん、久世福商店さんなどの人気の高い食品の、ギフトなどもバラ売りで導入しまして、お客様が自分の好きなように、セット組みをできるオリジナルギフトなども、ご好評い
ただいております。こちらがとギフトプラザのざっくりとしたイメージを先にお伝えさせていただいたんですが、とここから少し視点を広げてギフト市場というところのお話をさせていただきます。とギフト市場、あまり日常生活で馴染みはないかと思うんですが、実はギフト市場というのは10兆円規模の、コンビニとかと近いあの規模感の大きいマーケットになっております。一口にギフトといってもいろいろな種類がありまして、上から見ていただくと、パーソナルギフトというのが慣習的ではない個人的な贈り物で、分かりやすい例だとお誕生日のプレゼントだったり、記念日、結婚記念日だったりとかの、記念日のプレゼントになります。次の隣がシーズナリーギフトとあるんですが、こちら毎年決まった時期にあるイベントのプレゼントですね。つい先日バレンタインデーなどもありましたが、クリスマスや父の日や母の日、こちらがシーズナリーギフトになります。パーソナルギフト、シーズナリーギフトっていうのは皆さんももしかしたら身近に感じていただけるかなと思います。下に行ってカンパニーギフト、こちらが、企業や観光庁、自治体で使う販促品や粗品記念品のことでして、イベントの時などにこうボールペンやクリアファイルとかにこう企業名だったりロゴが入ったクリアファイルをもらったことがある方もいらっしゃるかもしれないんですが、そういったものもカンパニーギフトの一つになります。で、その隣の冠婚葬祭イベント、こちらはちょっと今までのギフト品とはちょっとイメージが異なりまして、冠婚葬祭の際に必要になるものやサービスのことで、具体的には下にいろいろあるんですが、仏壇や仏具、節句のお祝い、初節句のお祝いとかで贈るひな人形や五月人形など、こちらも、贈り物として取り扱いをさせていただいております。一番下のライフイベントギフト、こちらは冠婚葬祭でのお祝いやお返し物のことになります。結婚のお祝いをもらったそのお返し、出産のお祝いをもらったそのお返し、ご葬儀での香典をいただいたのに対してのお返し物、お引き物というところとか、お中元やお歳暮など慣習的な人生の中である節目で贈る贈り物がライフイベントギフトになります。ギフトプラザの売上、実はそのライフイベントギフトが 70% をして占めております。して、ギフトの種類、ここまで5種類説明させていただいたんですが、ギフト市場の今現在のこう動きというか推移としましては、ライフイベントギフト、今お伝えしたものが実は、時代の流れとともに簡略化される流れが進んでいまして、縮小傾向にあります。ただそのコロナ禍の中でギフトを贈るっていうコミュニケーション自体が重視されていて、パーソナルギフトやシーズナルギフトなどのカジュアルなギフトが、売上というか業績を伸ばしているというおかげで、ギフト市場全体で見ると毎年数パーセントずつ微増しているというのがギフトマーケットの動きになっております。この動きを見て、先ほどご覧いただいたこうしたカジュアルギフトをギフトプラザの方でも力を入れて増やしているということになっております。でまた少し視点を変えて、今度は小売業というところでお話をさせていただきます。小売業の、いろんな業態のお店があるかと思うんですけれども、そこでの、ここでは販売スタイルについて注目をしてお話をさせていただきます。小売はいろんな業態、スーパーマーケットさん、コンビニさん、専門店、百貨店などいろいろあるんですけれども、この左の青くなっている4つですね、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ホームセンター、インターネット販売、こちらの、4つの業態、主にですね、はセルフ販売スタイルと呼ばれていまして、ご自身がお買い物行くときのことを想像していただければと思うんですけれども、夜ご飯今日の分買いに行くっていう時に、自分のこう食べたいものを好きに選ばれて、欲しいものがこう売り場で見つからない時、店員さんに聞いたりはするかと思うんですが、基本的にはご自身で好きなものを選んでご購入されるかと思います。でこういったとセルフ販売スタイルってなりますと、みんなとお客様がご自身で商品を選ばれるようになりますので、
品揃えの良さだったり、求めやすい価格帯、便利、いかに便利な商品なのかっていうところの、商品にどれだけ魅力があるかっていうところを重視される業態になります。これに対して右側の販売店や百貨店などが、接客販売スタイルというのをとっております。こちらは文字通り、お客様が購入商品を決定する際に、店員さんが接客をするものになるんですが、ここには接客の良さだったり、専門知識であったり、人間性っていうところが付加価値として重視される業態になります。もし小売業に興味があるっていう方は、ご自身がやりたい小売がどっちなのかなっていうところも一つの視点としてよく考えていただければなと思います。ここで接客販売のお話をさせていただいたので、ギフトの接客についてお話をさせていただきます。接客っていうと、ちょっと接客されることに抵抗感がある方も少なからずいらっしゃるかなと思うんですが、ギフトの販売っていうところでは、接客が非常に重要になっております。それがなぜかっていうところなんですが、ギフトを購入されるときにお客様の気持ちは、自分が使うものや食べるものではないので、相手の好みに合うか、気に入ってもらえるかっていう悩みや不安を抱えていらっしゃったりとか、あと、結婚うち祝い、出産うち祝い、法事など、どれも人生の中で何度も何度もあるお買い物ではないので、知識が乏しいところもあるかと思いますし、特に初めての時は、しきたりだったり、風習だったりは本当にわからなく、これがまた不安の、お客様の不安の種になっています。またマナー違反をしたり、失敗をして恥をかきたくないという気持ちもお客様の中にはあるかと思います。そうしたいと、送り先様のことを思う難しい悩みや不安を抱えるお買い物だからこそ、お客様はアドバイザーであったり、パートナー的な存在を求めていらっしゃるっていうのが、ギフト販売になります。なので、つまりはお客様はギフトを購入されるときに接客をすることを望んでいらっしゃるというのが一つ大きな特徴になるかと思います。で、ギフト販売の際はお客様の気持ち、心理を理解して不安や悩みを解消するのがお仕事になります。よりふさわしい、より良い商品をご提案することがお仕事になるっていうところで、ギフトプラザではこれを、提案型接客と呼んでいます。ギフトプラザで接客する際のお客様は、目の前で商品を購入されるお客様だけではなく、その商品の送り先のお客様、贈り物を受け取るお客様も、我々にとってはお客様となりますので、今目の前にいるお客様と、今目の前にはいらっしゃらない贈り物を受け取るお客様、両方のお客様のことを考えて寄り添い、ご提案をする中で、なかなか悩むことも多かったりはするんですが、その上でいただくありがとうの一言は、やはり重みが大きくて、それが大きいやりがいにつながっているっていうのが、うちの会社のスタッフがよく言っていることで、言っていることになります。で、またそういう接客をする中で、お客様と関係性が築けていくので、次に来店された時に、前はありがとうね、だったり、私、藤本って言うんですが、藤本さんまたお願いしたいなど、名前を呼んでもらえたりなど、ただのお客さんと店員さんということではなく、人対人っていうところの深い関わりを築いていけるっていうところも、ギフトプラザの接客の大きい魅力であるかなと考えております。ここでちょっとまとめのような、ギフトプラザとはというところで、人生の様々な節目を彩る冠婚葬祭などのライフイベントギフトを提案型接客で販売している専門店がギフトプラザでございます。またちょっとギフトプラザのお仕事について、ちょっと少し特徴を話させていただければと思うんですけれども、ライフタイムバリューっていう言葉、もしかしたら聞いたことある方もいらっしゃるかと思うんですが、こちらが、失礼しました。顧客生涯価値と訳されまして、一人、あるいは、一社の顧客が特定の企業やブランドと取引を始めてから終わりまでの期間、顧客ライフサイクルのうちにどれだけの利益をもたらすか算出したものということになるんですが、ギフトプラザを利用するお客様は、結構、
結婚内祝いで初めて来店される方が多いんですけれども、結婚内祝いをご購入いただいたお客様が、少しするとお腹が大きくなられて、ご懐妊され、お子さんが生まれたので、ご出産の内祝いを買いに来ましたっていうので、来店待たされて、で、そのお子さんが今度初節句になるので、じゃあひな人形だったり、五月人形が必要だねっていうので、じゃあまたよろしくねっていうので、ご来店いただいて、で、またしばらくすると、今度はお子さん大きくなられて、幼稚園に入るよっていうので、あ、こんなに大きくなったんですかなんて言いながら、今度は入園の内祝いのお買い物のお手伝いをさせていただいて、で、まあ、小学校入学に向けてランドセルのご購入だったり、まあ、入学の内祝いをご購入っていうところで、長く関わらせていただいて、その間にも、ご家族の、ご入院だったり、ご退院があったりすると、お見舞いのお返し物としての会期祝いだったり、葬儀の引き物、ご法要、法事ですね、一周忌三回忌、三、一周忌三回忌などの法要の引き物など、長い人生、お客様の人生に長く関わらせていただくっていうところが、また一つ特徴になっていると思います。で、この特徴に加えて、先ほどのような顧客と担当者の関係性があって、絆を築けていけることと、自社のサービスや、商品をリピーターに対して、またこういうことをやりますので、また遊びに来てくださいなんていう働きかけを頻繁にすることで、当社は、LTV、ライフタイムバリューが高い会社であるということを自負しております。で、ここまでかなり接客の話に重きを置いてきたんですけれども、小売業ということで、他にどんなお仕事をしているんだというところも少しお話しさせていただきます。と、小売になりますので、店頭の、売り場管理だったり、商品管理もありまして、他にイベントなどですね、案内の営業訪問というのもございます。お返し物の性質上、もらったものに返すっていう需要発生型の販売になりますので、お客様が、と、ほ、と、葬儀のお引き物で来店された際に、じゃあ、来年は一周忌があるからっていうので、こちらで情報をいただくことができますので、その情報をもとに営業をお家の方に訪問させていただくようになるので、飛び込み営業みたいなものではなく、一度ご購入いただいた方だったり、ギフトプラザを知っている方のところへの訪問営業になります。で、ここに対して営業するための顧客管理なんていうものも、ギフトプラザでは大事なお仕事として、存在しております。で、ギフトプラザのお仕事ですね。いろいろ、長くお話しさせていただきましたが、人生の喜びや悲しみに向き合う生まれるお客様のドラマということで、お客様っていうだけではなく、人に向き合って深く接すること、その中で生まれるお客様の、人生の喜び、悲しみを共有していただくことで、対する感動と、お客様と相手を思う気持ちをお客様はギフトで形にされる、そのお手伝いをできること、お客様の大事な方への大切な思い、そのギフトで形にした思いを、橋渡しする大事な役割を任せていただけること、お客様に思いを託され、それに応えることには責任と覚悟もここには伴っていきます。そして、私たちのお仕事は心を働かせることを最も大事にしています。学歴、知識、スキル、経験ももちろん大事だとは思うんですが、そこよりも何よりもお客様のために何ができるかということで、心を働かせられることを一番大事にしています。一応、まあ、活躍する人の共通点というところで、求める人物像みたいなところには近いんですが、お客様からのありがとうが原動力になる方、お客さんと店員とお客様の関係性を超えた、個人名で呼び合えるような距離感でお客様と関われることにやりがいを感じる方、常にお客様の立場に立って物事を考えられる方、常に新しいことに挑戦する気持ちを持っている方、セルフ販売の接客に物足りなさを感じる方、お客様と深く長く関わりたいという方は、うちで活躍をしていただける方になるかなと思います。
以上、こちらで、ギフトプラザの説明、会社の説明を以上とさせていただきます。ありがとうございました。